3食材で簡単クッキング、藤沢ご飯始まりました。藤沢ご飯、今回の食材はじゃがいもです。じゃがいもはメイクインという白色のじゃがいもと、シャドークイーンという紫色のじゃがいもを用意しました。そうですね、はい、生産者は亀戸の加藤孝子さんです。今回作る料理はじゃがいもとインゲンの落花生あえ。材料はご覧のようになっています。じゃあ先にインゲンを茹でましょう。はい、インゲンは筋を取り切らずにじっくり茹でます。茹で上がったらザルでお湯を切り、熱を冷ますためしばらく置いてください。先にちょっとメイクインの方を16本に切りましょう。はい、これジャガイモはいろんな種類があると思うんですけど、どうしてメイクインなんですか？メイクインはね、ちょっと茹でた時に煮崩れがしないんですよね。まあ煮物にしても煮崩れは しにくいから、これ今日はシャキシャキ感を残したいのでメイクインを使うようにしましたけど、はい、メイクインを16本切りにし、30秒ほど茹でます。茹で上がったらこちらもザルでお湯を切っておいてください。続いてシャドークイーンを同じように16本切りに、50秒ほど茹で、こちらも茹で上がったらお湯を切っておきます。色がだいぶ抜けましたね。色抜けちゃって。そして先ほど茹でたインゲンを4センチほどに切ります。相当細かく。続いて剥いた落花生をビニールに入れ、すりこぎで叩いて細かくし、すり鉢ですりつぶします。ドロッとするまですりつぶしたら、砂糖を混ぜた醤油を合わせ、最後にじゃがいもとインゲンを入れ和えていきます。じゃあ入れちゃいますよ。どうでしょうか。今度出来上がりです。お皿に盛り付ければ完成です。とっても簡単な和え物でしたが、さてそのお味はいかがですか。できたね、はい、やっぱし結構出たからね。茹でてる時のあの色が、うん、みんな出ちゃう。どう、インゲンもジャガイモもシャキシャキしていてとっても美味しいです。そのこの紫色のジャガイモって初めてなんだけど、なんかこれはアントシアニンっていうものが含まれてて目に優しいっていうことなので、はい、まあ皆さんたくさん食べて、まして年を取ってくると目も疲れるので、はい、なるべく食べていただければいいかなと思います。ジャガイモとインゲンの落花生あえ、ぜひお試しください。